この連中で酒飲むなんて初めてだな。おい、いろいろやったが、あんたらとは一度腹を割って話したかったからよ。ああ、楽しく飲もうぜな。ふん、そうだな。うん、うん、どうかしたか兄さん。なんや、武藤の顔が妙にツヤツヤしてる気がしてな。そうなのか。え、そうすか。そういえばお前、この間女はべらかして街歩いてたそうじゃねえか。なんだと。お前抜け駆けか、この野郎。どうなんだ。別にそんなんじゃないですよ。ただモテる話術ってやつを試したらうまくいきましてね。モテる話術やと。コンビニで買った本に書いてたんですけど、これが効果てきめんで。おう、実際昨日も二人引っ掛けまして。ならグッダグダ言ってねえで、さっさとその話術教えろタコ。まあまあ長州さん、そんなに切れないで。切れちゃいねえよ。女を口説くさしすせそって知ってます？さしすせそ。ええ、要は殺し文句みたいなもんです。聞いたことないわ。ほんじゃさーはなんやねん。さはですね、探したよです。なんだそれお前。デートではぐれたりした時に優しく言うといいみたいです。安心感と求められてる感がいっぺんに来るみたいで。探してりゃモテるなら俺だってモテモテだよ。うちの西田も探したで言いながら借金女追いかけとったけど、さっぱりモテとらんかったで。それはただの取り立てだろう。だいたいなんでいきなりデートしてる前提なんだよ。デートにこぎつけるまでの手こうじゃんか。そうだな。まあその辺はこれから伝授するんで待ってくださいよ。だが仕方ねえな。じゃあ死はなんだよ。桐生さんわかります？幸せにするぜなんてどうだ。お、さすが桐生さん、当たりです。こういうストレートなセリフに女はグッとくるみたいです。ほう、そんなもんなんか。幸せにするぜ。おお、かっこいいじゃないですか。そうかそうか。長野のバカ野郎。じゃあさーとしーまで来たから次はすーやな。すーはあれだな、好きだだろ。ああ、なんかそれっぽいな。どうなんだ。惜しいっすね。でも違うんですよ。だとてめえ惜しいなら誰にしろ。天竜さん、これそういうやつじゃないんで。すは好きになってもいいですかですよ。やっぱりほとんど正解じゃねえかこの野郎。いや、ここはあえてはっきり言わずに腰を低くするのがミソなんです。その方が誠意が伝わりやすいって本に書いてあったんです。なるほどな。好きになってもいいですか。何やお前、ちょっとモテそうやんけ。そうだな。これはあれだな、イケメンってやつだな。なんかだんだん分かってきたぜ。おい、次教えろよ。次はせいか。何も思いつかねえな。世界中の人間を敵にしてもお前を守るぜなんてな。なんや、ちょっとロマンチックやないの。それ正解ですよ。さすが桐生さんだ。そういうだけでモテるのかよって本にありましたね。まあ俺も行ったことはないんですが。ちょっと長州さん、行ってみてくださいよ。世界中の人間を
敵にしてもお前を守るぜ。え、すいません、もう一回言ってもらっていいですか。うるせえ、二度と言うか。てめえらぶっ潰すぞ、こら。なんつうか、モテるってのも大変なんだな。確かにな。ああ、全然わかんねえな。最後の一つはなんやねん。だーせ、キザなやつなんやる。チョスさん、わかります。そりゃお前、もう一つはあれだな。あれだよ、うん。どれやねん。見当もつかねえよ。最後の祖は何なんだよ、武藤。どうなんだ。祖はそんなことないよ、です。何？はあ、なんだそれ。そんなのでグッとくるのか。ガッテン。女の愚痴を聞いて優しくフォローできる男がモテるらしいんですよ。納得できねえぞ、武藤。んなこと言われても。でもこれは世間ではモテる男ってことだろう。だとしたら理解できねえ。俺らがモテねえってだけなのか。お前ら、そんなことねえよ。え？お前らの男気は俺がよく知っている。他のやつにはね、自分だけの魅力ってもんを見せてやるんだ。そうすれば女だって放っておくわけねえさ。キリエさん、今ちょっとキュンと来てもうたで。そんなことないよ。か、確かにそう言われたら惚れるかもな。やっぱこのさしすせそはモテへの近道かもな。ああ、なんだか胸が高鳴るぜ。それ不整脈じゃねえのか。ぶっ殺すこの野郎。よっしゃ、ほな明日からさしすせそを実践してモテまくりや。おお。ああ。